お疲れ様です。今日はですね、こちらのクロススケラーっていうね、ちょっと新戦術をやっていこうかなと思います。で、まあクロスとスケラーに合うカードはなんじゃってなった時に、結構考えたんですけど、まあこの辺かなっていう、まあアーチャーとかフェニックスとかね、結構万能なので、まあそしてレイジっすね。はい、呪文枠がまあフリーズとかまあポイズンとかファイボとかこういろいろ出てくるわけですけども、まあ両方にね、レイジは いいんじゃねえかなというわけで、早速ちょっとこちらでね、やっていこうと思います。はい。まあマイティはまあ、おもろいかな。なんかクロスの前にマイティ出して、爆破で逃げつつ逆サイスケラで攻めるみたいな、ちょっとオシャンティな攻めもできそうだなと思いながら、お休みモードオフ。ちょっと邪魔だね。さあ。まあ、レイジでだから、まあ、最後は削れるし、まあ、スケラレイジか。スケラレイジするだけでなんかだいぶ削れそうなんで、まあ、クロスで攻めつつ、まあ、主にクロスか。主にクロス使いです、今日は。はい。主にクロス使いなふりをして、実はスケラ使いでした、ドッキリって感じかな。さあ、バルキリー。まあ、フェニックス出しとくか。もうすでにレイジかけたいけどな。まあ、レイジもちょっと残しとくと強そうっすね。これマイティで芝構造クロス延命するクロス使いなの今日は。さあそして、逃げます。でここでスケラとか打てるとねちょっと強そうみたいな思いながらスケとか来るともう逃げしません。あトルネか。あー危ねえ。ってトルネで近畿動されるとちょっと良くないっすね。あまあでもあれか、クロスで攻めれるしみたいな。ちょこれ普通に飛んでほしい。はい。アーチャーを生贄に。金ギド。さあ、行きましょう。メガナイトもない。お！お！苦しそう。これ、ガチで大チャンスだな。で、バルキリーか？間に合うか？さあ、間に合わないんで、もうレイジかけてる。マイティ、足遅いけど、これで早くする。あ、でも、いらんかったか。あ、アーチャーお願い。マジで、どっちか。ごめん。あ、両方いかれた。これ囲んでね。どっちかの女の子はもうさよならがちょっと良かったんですけど、なんか気づいたら勝てそうっすね。マイティでも折れるしスケラでも折れるしなんかクロスでも折れるしだいぶ幅広い。そして防衛クロス。おおいかっちい相手はメガナイトスパーキーだ。ウィザードもいる。ファルチョもいる。みんなでドチンパン。ただのチンパやないかいっていう。あ、これ、防衛スケラーね。スパーキー受けには意外と良かったりするんですけど。メガネでもほんと飛ばないと欲しかったんですよね。クロス残って。さあ、防衛クロスが頑張る振りだけして消えていくが。よいしょ。おなるほど。なんか来んのかな。さあ、これ、いかっちいカウンターだ。レイジしっかり添えてあげてね。メガナイトもね、2秒で溶かす。はい。メガナイト助けか。それはどう思う。いや、ほんとは、スケラクロス、スケラレイジをちょっと刺したいんだけど、まあ、クロスが取るならそれでいいんやって話なんですよね。まあ、クロスで攻めてコスト使わしてからの、スケルトンラッシュがね、結構理想なんですけど、まあ、そんなことする必要もないっていう。ただクロスが刺さってる。ああ、エンデのなんか、アーチャーかわいいっすね。アーチャーかわいいっすよね。おばさんだけど。ああ、マジ冷静に。ボーイクロスにレイジかけちゃいたいぐらい。ポイズン？ああ、なんかそんな顔してましたね。まあでもこれで、ポイズン使ってくれると、俺のこの隠し玉のスケラがね、だいぶ役に立つよね。しかもレイジなんで、まあ、ゴブリンとかで来ても、まあ、ゴブリン溶けはしないけど、一応ダメージ与えれるから。わー、まじどう？まあまあ。相手、迫撃。あ、着衣いるとね、だいぶ嫌だな。あはは。でしょうね。いきそうだったかな。いやー、ひもっとしとくぜ。あーまあまあ、粘りっすよね。ほんとに、一旦、シャアなしのね。よしよし、まあ、迫撃壊してくれんならいいのよ。いや、これ、スケラね、多分バレたらね、だいぶ、だいぶピンチになると思うんだよな。
そう、隠したいですね。まだまだ隠していい、絶対チャンスが来るんで、まあ、アチャクイ、そして何がいないタイミングだろう。あ、いやレイジすらも残したいですね。あーもうさすがにアチャクイ、うん、まあアチャクイ自体はマイティの爆発でなんとかなると思ってる。なんとかなるかな。はい、あーうまいなそれ。めっちゃリセットしてくるやん。あちゃごめん、ごめん、よし、ここかうっさんのあちゃくに使ってレイジいきます。ゴブリンに当たる、オッケー、よし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 、マジで頼む。あゴブリン強いって、ちょレイジ、お前レイジだ、え終わった、そんだけ。ちょっと待って、俺の隠し玉そんだけはだいぶやばい。あっち行く意味は勝てないんで。あれあれ、なんか相手甘えてる、だいぶ甘えてる、消えろ。いやこれどっち攻める。もう一旦なんか、いやでもスケラも落ちて、これ一回タゲもらっちゃうか。なんなんか、だいぶ甘えてそうな。いやポイズン出てつえ。いやでもなんかクロスで、いやこれ一回打っちゃおうぜ、なんかそうそうでね。でレイジでゴブリンウッドでしばく。さあレイジスケラ見せてやる、見せてやる、見せてやる、お前いやいやいや、たかれたかれたかれ、おいしいぞ。あーちょっと負けそう。これマジマイティっていうの相手なんか、それさ、それ打ったらっていう学んでレイジ、おい、まあゴブリン、マジレイジのスケルトンに頑張ってもらう。あ強いね、いいね、これよこれ、待ってましたね。さあスケラレイジね、弱点はガゴです。はい、ゴブリンはね今みたいにダメージ与えれるんで、結局その後なんかスケが頑張ってくれればいい話なんで。でスケとかコウモリも処理できるでしょ。でユニット来てもまあレイジパワーで何とでもなるんで、まあ、弱点はガゴっすね。だから相手がガゴ持ってた時は、まあ、クロスで攻めてガゴを使わしてのスケラレイジ。おーめっちゃいい。普通に強い説ある。いやー初っ端はアチャセパって決まってんだよなクラロは。でああ、まあ、行っちゃうか一旦ね。まあボスケなんでクロス、スケラかゴレか、まあ延命できるなら。さあ普通にスケラで、じゃあクロスでダメージを稼いでいく。よしよしよし。で今回の相手はまたポイズンですね。まあスケラかな、遅延スケラか、まあ遅延じゃないスケラか、まあスケラっすね。よし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 。ゴリゴリポイズン毎回覚えて使ってくれると嬉しいし、なんなら対スケラ用のアーチャーがいるんで、あ遅延が立つ。相手もスケルトンラッシュね、これで打ってくれたら美味しい。まあ、でも一生守られるのが渋いかな。どのタイミングで決着をつけたいかっすよね、僕が。うん。これ逃げるか。いや、逃げないでいいな。逃げずに溶かします。逃げます。あ、逃げれないの、やばい。うわ、これ、ガチ。あら、フェニックスの。なんか、うわ、ま、なんかいろいろ渋い。いや、あの球が延命したかった。いやさすがにですか。ちょっとなんか手札が回しがむずい。あれこのポイズンはなんか美味しい、だいぶ美味しい気がしてる。ポイ使った後なんで、これもうマイティクロスフェニックスからのプラススケラぐらいまでいっていい気がする。ここね、いやこれやべ、なんかいっぱいいる。いやでもアイスイズ、えっ、めっちゃ
ってんのはクロススケラみたいな。え、めっちゃ言ってくない？何今のガチで。いやだからしかもここまで来るともう俺はあれなんですよ、なんか微妙か、よしよし、これスケラレイジで落とせるんですよ僕。よし、落ちる、落ちないのかな。まあ攻めクロスまで一旦しちゃったね。しっかりコスト使わせてね、だいぶコスト使わせてる。でよいしょ、スケラレイジして、俺負けすぎこのフェニックス起き上がること。危ね、あでも止まんないよね、やばいよね、そうだよねスケラレイジって完封できんのかな。まあゴブリンがいるぐらいか、そのレイジ落ちたすぐぐらいにゴブリンが出ると守られんのかなぐらいで、多分打つだけ強いっすね。さあゴレかエレジャイの香り、なんかその辺のテンプルデッキ使うより全然強いんだけど。よいしょ、あータイミング悪っすこのクロスだいぶ怪しいな。まあまあちょっとコストだいぶやばいっすけど、ここでケツペック来るとどうしようかなーってなっちゃうっすね。4ワードぐらいこれ取られてそうっすけどね。今エレキ使ってたっすね。なんでまあマイキー出しとくか。でなんか同サイドペックとか来たらピョーンって逃げてスケラ、いやちっこいちっこいやん。ペック工場のペックミニペッカにした。いやいやこういやそうっすな、メガナイトな。いやーマジマンジェスとか来るとすごいやな。ああまあこれレイジボーイスない。いや、いらんかったっていう、こっち。あ、レイジー防衛熱いな。てか、まあ、レイジーバレちゃったんで。さすがに逃げて。この前って足早かったらな。さあ、セパして。うん。さあだからペッカ工場と見せかけた、ペッカはミニになったけどメガナイトがいるっすね。言うのはいないのかな。さあどうしよう、こういう時にとりあえずの防衛クロスね、引きこもり得意です。うん、でこれをもう回収してからの、まあ、地味高回転なんだねこのデッキ。2周目クロス狙う。このボーイクロスもレイジかけたら絶対強いやん絶対強いやんの。あやべ、あ待ってガチやべ、あでも前で強いな。いやライト打ったし、これ生き得じゃね。このアーチャーだって相手あー消えたけどなんか微妙か。あウッドが下手っぴ、マジ何も来ないのし。あでもちょっと入る、よし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 。いやマジこのちょっとが勝ちにつながるってやつですよね。今の中ただのクロス、いやちょっともう一回ボイクロスしよう。いらんか、こんにちは。あれあれいきなりした。さあライトなんでアーチャーいっぱい出したいですね。まあフェニックスここで撃たれたら卵だけ。よしよし、あごめんマジで、あ卵になって復活する手だったんですけど、タル、はい拾って、いやエレキがここに行きますよ絶対。あこんなやばい、これだってスケラ打っちゃ絶対きちいやろこんなで、スケラの方にレイジをねこれやいけ、ホルモンがこんなもんなのか。もっとタワー折ってくれるぐらいまで行くとね、だいぶ嬉しいんですけど。よく出しすぎらしい。あんたそんなライトニングとか打ったらコストないやろ。どないすんねんっていう話ですね。
さあこれメガナイトで踏んできても、レイジスケラーが止まりません。グッドゲーム、グッドゲーム、おい、これで展開いけそうっすね。あと多分2ゲージぐらいかな。ああ外れちゃってんやん。さあどうしよう。まあレイジのカード回しもありなんですけど、だからレイジってやっぱ初見で使われる方が強いっすよね。いっちゃおう。あやべえそれだけはマジでやべえ。あガチで、あでもフェニックスちょっとエリジャに強い。いや弱いのか。ほらもうこれが、はい。さあ今回エレジェイか、まあ、エレジェイは攻めクロスをしない。一生防衛クロス立てて絶対防衛クロスにライトニングとか、まあ、トルネコルナイとかやってくると思うので、まあ、速攻コスト使った瞬間のなんかねカウンターで勝ちたいですね。あマジマイティー、マイティーはうわえこれくんの、うわやばそれマジでキモいあんま言いたくないけど、心配じゃないかい。うわやばい、マジやばい、本当に、いや絶対いらないレイジ、うわ嫌いだ嫌いだけど、頑張れば勝てそうだな。フェニックス右下置きの防衛クロスですね。うん、まあ、絶対そう、わかりました。次守れます。あもう絶対来るやん。ちょっと待ってよ、俺だってコスト10コスト RC のフェニックスしとこう絶対来い。ちょっと浮きうまい。よしここチャンスだ。チャンスとは、あの球が意味すればよかったな。やべ陸ね、陸ね、陸ね、やめろ金髪。おはよう、繋ぐりやがった。あでもライトのおかげでなんかいい感じ。マジである、マジである。エリジェ間に合うな、エリジェ間に合ったら終わりです。あーライティング打ったやん。これをガチ許容してゴールデンやめて、ライト2発でしょ。これマジワンチャンつかむぞ。鬼強でユニット貯めて、マジいいってそういうの、いいってそういうの。よみがえるみたいな、いらないいらないな。あもう左の方がやべえやつやな。しかもクラロワール、えお願い県内に泣き行くな。ガチで勝つ。いやマジで耐えてほしい、耐えれる。お願い近づいたら終わるって、にゃーでやってるわ。それいやもう序盤ですよ、悔しい。ちょっともう一回やりたい。序盤にあんだけダメージ受けちゃうとね、受けちゃうとねみたいな。てかなかなか入んなかったな、スケラレイジ。悔しいね。掴めそうではあったけど、すごい大きい。いきます。まあここにロケ打ってくれたら打ってくれたでいいでしょうの絶対施設。あれサスケちゃんね。あーいやこれ微妙かな、さすがに逃げるけど
持ってみる。あなんか渋いな。マジアチに行って。ああ偉い。さあキョスケマジアチャスケバレちょっと面白そうなデッキですね。ほら僕レイジとウッドがあるんでスケバレ防衛は怖くないですね。まあマジアチャだけですね。あとゴブリンもいたんで俺のスケラはなかなか刺さらないよと。クロス刺すしかないんですよね。ちょっと積極的に。これなんか延命できそうじゃない。よし。苦しそう。だいぶ苦しそう。当たってんだな。これのレイジで稼いでも良さそうだったけどね。まあ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 。スケラはね、今回打ちたくないな、だいぶ。ラスト500ぐらいをスケラレイジで削るが、ちょっとなんか安牌になってたよね。それまでレイジクロス。防衛クロスもちょっと刺さりそうではある。スケバレ速落とす。あ、美味しい。マイティがさ、あ、そういう感じ？トリトンがいたっす。一回防衛クロスしようかな。無理しない？そうそうそう、クロスが残ったのでここ行きたいですね。レイジオラガチ頑張ってほしい。2倍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 イカチ後ろが頑張ってるわ。よし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 。いやこれはだいぶ強いな。レイジクロスあんまりしないしされないからさ、そんなわかんないけど2個今レイジかかってたもんね。それはエグいよ。オッケー。いやレイジクロスじゃエレジェにも勝てたかもしんねえな。レイジクロスねだいぶ強いよ、まあ、ランバープラスのクロスとかもないしな。レイジ入れるしかない。でこちらのレイジクロス、レイジクロス、うん、クロススケラですね。はい、もうほんとクロスのイメージしか残ってないんですけど、ぜひ皆さんも、ね、やってみてください。ではお疲れ様でした。まだねー。